こんなに頭って涼しくなるんだみたいな感じですね。アニマルランド。はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。このヘルメットむちゃくちゃ涼しいですよ。むっちゃ涼しいです。これね、これ見てわかるでしょ。これ頭触れますからね。それぐらい空いてるんで涼しいです。うん、この夏はね、これで涼しく夏を過ごせるような気がします。いや、そんなことはない。夏は暑いって暑い、全然暑いから。まあ実際はそうなんですけど、だけど本当にね、走った時の風のこう通り方っていうの、頭が蒸れない、それはねすごい感じます、とてもいいですね。もうね、ここにいても風これ吹いてるんですけど、結構すごいね、スーッとしますよ、これ走ってる時の動画、今これねちょっと出てますけど、ずれてこない。結構僕の頭にぴったり来てて、この後ろのね、調整もこれいい感じで締まっていて、こう動いてもよくガタってずれてちょっと手で直すってあるじゃない。そういうのがないんですよ。あのね、見事にぴったりで、これね、ずれようがないっていうか、結構無理やりずらさないとずれないっていうの、それぐらいね、なんかいい感じでハマってますよ。こんなにね、いい感じでハマるとは思いませんでしたね、一歩間違ったらどっか当たるんじゃないかぐらいぴったりなんですよ、それぐらいぴったり、いい感じです。とりあえずここまで、20分ほど走ってますけど、涼しいです。むっちゃ涼しい、頭が。今日はね、30度ぐらいまで上がるんで、かなり暑くなるはずなんですけど、すごいね涼しい。今20キロほど出てますけど、むちゃむちゃ涼しいですね。風が通ってきます。はい、今ね、このヘルメット行ってきましたけどね、はい、とりあえずむちゃむちゃ涼しい。それとね、なんだろう、違和感なし、違和感がないですね、で、もちろんね、ここのとこ、前のところはこうクッション材が入ってるんで、まあ、クッション材っていうかね、きっと汗止めの役割もしてんだと思いますけど、汗はね全然垂れてこないです、だからいいですね。で、まあ他のところもはついてないんですけど、まあ他のところはね髪の毛あるんで、あんまり関係ないかなって気はします。だからおでこのところから垂れてくる汗っていうのはないんで、非常にいいかなと思います、でね、やっぱりサングラスとの相性もいいんで、こうかけた感じもすごくいいですよね、こういう感じで、非常に気持ちいいです。あのね、これね、こうなんていうんだろう、肌が触れ髪の毛触れんですよね、これね、面白いですよね。今まで触れなかったんで、こんな風にね、これ頭かゆかったらここかけますよね、これまあきっとそういうのはないと思うんだけどね、今までそういう感覚はなかったんで、あ、これからは頭かけるんじゃんみたいなね何を言ってんだか、はい、そんな感じです、面白いですよね、はいはい、そんな感じでね、行ってきました。これからね下り走ります、下りはね多分むちゃむちゃ涼しいと思うんで、ね、下りながらちょっとねインプレッションしてみようと思いますけど、じゃあ行きますよ、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、下りはねむちゃくちゃ涼しいです。はい、もうね頭を風が抜けていくぜって感じね、すごい気持ちいい。これは全然蒸れないっすね、むちゃむちゃ気持ちいいですよ。はい、あのね、
やっぱり途中で一回ね外したりとか、ヘルメット外したり、かぶったりってしてますけど、調整がないのって楽ですね、調整がないとなんか自分で調整してないから心配になるかなと思ったんですよ。全然そんなことないですいいっすね。ここはね今標高700メートルのところにいます、むちゃくちゃ涼しいです。エナさんとかね、御嶽とかね、白山とかね見えてます、はい、そういう場所になります、気持ちいいですね。あとどうだろうな、はめてて嫌だ感ないんですよね。でクッション性がないかなっていう気はしたんですけど、ぴったりしてるんで何かの衝撃でこうガツンってなってガタって当たるとか、なんか頭当たって嫌だなとかいうのはないんですよ。なんかね不思議なんですよね、クッション材が入ってないじゃないですかこれほとんど。なのに別にクッション材ってそんないらないもんなんかなっていうふうに改めて思ってしまうぐらい、いい感じです。そうちょっと中見てみましょうか。はい、じゃあねちょっとねヘルメット外して中見てみましょうか。はい、これね外すとき、外すときとはめるときにちょっとね前にピュッて出すんですよ。要はこれが閉まってるんでこのまま上げるとちょっときついんで前上げて前出してこうやってやる。ではめるときも後ろ引っ掛けて入れるんですよ。前から入れるとちょっと変なんで後ろでちょっとねここ伸ばしながら入れるっていうの、伸ばしながら入れる、そうそんな感じ。はい、クッション見てください。今これクッション材って結局これは本当にねクッション材っていうより汗取りだよね。汗をここで吸ってくれる。だから おでこのとこボタボタ垂れてこないっていうので、あとは頭ここのとこにクッション材、で後ろもまあクッションといえばクッションなんだけど、このバネだよね。まあだけどスポンジ系のものは全く入ってないです。これでね全然いける、面白いでしょ、ね、これで全然痛くないですよ、ね、はい、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。じゃあね今回の動画はこれで終わろうと思います。今回の動画ね面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方よろしくお願いします。ではバイバーイよー。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。はいはい、あともう少しゴールまでもう少し。